いやでもこれ読ませていただくといろんなこうパターンの写真がたくさんありましてほとんど、まあ、図解といいますか、ね、和田さんの写真の中で、はい、え説明していくというこれもう写真何枚ぐらい撮ったんだろうという、ね、ねになってますよね <laughs> そうかなり、ね、撮るのにこの形、あの形らいい形、悪い形って両方撮らなきゃいけなくて。うんええええ だから例としてこう見てもらってどういった形が悪いんだ、うん、で逆にどういった形がいいんだっていうのがなるべく分かりやすく分かりやすかったですね。ふうに。で結構バッティングって本当すごい難しいもので矛盾だらけ、はい、あ矛盾がいっぱいありますか矛盾がいいっぱいだからまあ簡単にに言うと、あのー、なんだろう打ちに行く時に バッター打ちに行かなきゃいけない、はい、だけど突っ込んじゃいけない。うん突っ込みすぎたらダメだったら、次残さないきゃいけないとか。はい、あのー。なだろう。反対のことが多いですよね。あ<ー>例えば。はいはい、強く振れ。はい、っていう言い方をすれば。いいふうに聞こえるけど。はいえー、じゃあ、逆に大振りってどうなんだ。なるほど。すごくなんか矛盾が多い。ねはいはい、だから。そういったことって、だから案外。 僕らの感覚だったら分かってるのかなと思ってるところが結構こう少年野球なんか接してみると、はい、あちょっとそこを間違ってるのになっていうことが結構あって。ななるほどなるほほどど、はい